最初の3年間でですね、えー、若い監督にチャンスを与える2本作ろうとしたんです。第1弾がアリエッティで、第2弾がですね、国立小山。下宿にですね、朝日が当たるとですね、海ちゃんが起きて、起きたらいきなりですね、布団を畳むシーンです。で、これね、一番最初違ったんですよ。宮崎駿が入れさせたシーンなんですね。ゴロにしてみればもうミッションがわかるわけですよ。あ、鈴木敏夫から与えられたミッションっていうのははっきりわかると。これは宮崎駿の鑑賞を あの口を挟むのをできるだけ排してジブリの若手が宮崎駿を抜きで2本作り抜くことが仕事なんだともう本当にね宮崎吾郎いいやつなんですよ本当気の毒なぐらい今夜の「金曜ロードショー」でですねあの宮宮崎崎駿の息子宮崎五郎 監督のですね、スタジオジブリ劇場アニメ、国立小坂からがですね、オンエアされます。夜の9時からです。これに合わせてですね、今日はですね、国立小坂にまつわる動画を再配信します。ということで、こんばんは。岡田特集全部です。えー、とはいえね、国立小坂のアニメ内の話ほとんどないんですよ。どちらかというと、 どういう経緯で国立小坂が作られるようになったのかとか、あと制作の裏側でですね、えー、父親宮崎駿、息子宮崎五郎の間にどんなことが起きてたのかですね、といった裏側の話、スタジオジブリで起きていたことをですね、NHK のドキュメンタリーをですね、テキストにしてですね、解説していきます。もうあのネットニュースとかでもですね、この時の この時代の宮崎駿五郎親子の関係が最悪だったということは散々ですね、あの、まあ、報道されてるので知ってる人も多いと思うんですけれども、一つ一つですね、どんなお互い発言をお互いしてるのかっていうのを照らし合わせると、割とね、作品論というか作家論になってて面白いです。 まああの、まあそういうわけでですね、今日、今夜オンエアのですね、国立小坂についてのネタバレは一切ないです。もうあのー、まあね、あのー、見たことない人、国立小坂に関しては初見の人も多いでしょうから、これぐらいの動画にしておきました。えー、この宮崎親子のですね、あの話を、関係を頭に入れてから見ると、国立小坂もですね、ちょっと違った感じに見える。あのー、 え、宮崎五郎監督をですね、見守れるような、頑張れっていう,うな感じで見れると思います。え、この動画はですね、2020年8月16日に配信した岡田敏夫全美ですね、第348回を再配信になります。動画が終わった後にもですね、追加のアップグレード情報でですね、北陸坂本編の、まあ中身についてちょっと話しますのです、楽しみにしてください。それではですね、無料動画、スタートです。 今日はですね、あの、国立小坂の話を二つ目しようと思います。え国、ー、立小,小坂はですね、まだあの、金曜ロードーでオンエアしてないんでですね、ま、あの、ネタバレなしにしようと思うんですよ。なので、この二人っていうですね、あの、NHK でオンエアされたドキュメントがですね、えー、ジブリから発売されてるんで、これはあの、ベースに話していこうと思います。えー、なかなかですね、この二人、いい映像ですよ。 あんま顔似てないんですよね。親父の方はゴツゴツした顔で、息子の方がちょっと二人でイケメンなんですけどもですね。この二人のですね、まあ、対立というかですね、あの、300日間ですね、ほとんど喧嘩していたっていうのをですね、あの、撮った、えー、ドキュメンタリーなんですけども、基本的にじゃあ宮崎駿と宮崎五郎のですね、基本設定を話しますですね。もうあの この僕の番組を見てくれてる人は当たり前かもわかんないんですけども、まあ、あの、最近見た人もいると思うので、基本設定は話します。えー、アニメ監督のですね、宮崎駿にはですね、息子がいました。二人います。で、長男のですね、宮崎五郎を、えー、チビスケというふうに呼んでですね、まあ、大変可愛がってたんですね。もう本当に子供、ちびが子供の頃は、俺はこいつに見せるためにアニメ作ってんだっていうふうにですね、大変可愛がってた。しかし、チビスケがですね、小学校5年生の時に、 あの、皆さんご存知の未来少年コナンというアニメがスタートした。で、これで宮崎駿はもう、原画やって、動画やって、背景やって、設定やって、何から何までやってるんで、まあ、とにかく忙しくなったんですね。で、家に帰る時間がどんどんですね、あの、少なくなっていったんですね。すごく大事なチビスケがいて、で、その大事なチビスケに見せるために作ってるのに、それのクオリティを自分はどうしても下げれない。で、チビスケはしょうがないからお父さんに会えない代わりにですね、未来少年コナンを食えるように見るようになる。 ですねで。それでもですね、ちびすけ五郎はですね、お父さんのアニメを見て育って、中学校に入学した頃にですね、カリオストの城が完成しました。えー、しかしですね、このちびすけのパパのカリオストの城はヒットせずにですね、こっからカリオストの城からあとですね、えー、5年間の不遇時代ですね。まあ何をやってもうまくヒットしない、当たらないという時代にですね、宮崎駿はあの入ります。で ようやっとですね、ヒット作、風の谷のナウシカがですね、あの、劇場で公開されたのは、ちびすけ五郎がですね、もう17歳、高校生になった時のですね、春でした。しかしですね、これナウシカがヒットしたから良かったかというとですね、宮崎家がですね、もう完全に母子家庭になっちゃうんですね。えナウシカがヒットして、ようやっと宮崎駿はですね、次のアニメを作れるようになった。もう5年間ずっと不遇時代やったのがですね、次のアニメを作れるようになったんですけども、 それのおかげで,ですね、仕事場から本当に完全に帰れないぐらいの状態。深夜帰って朝早く出るぐらいの状態になっちゃったんですね。で、ちびすけ五郎はですね、もう高校生なので、所沢の高校に行ってですね、その後新州大学へと進学して、で、えー、建設コンサルトの会社に入ります。まあ、あの、本当は高校生ぐらいの時から漫画書きたいとかアニメやりたいというふうに思ってたらしいんですけども、それをお母さんに言うと、 あれは才能の世界だからねとか、あそこは才能がないとダメだからねというふうに言われたというふうにですね。どういう意味かというと、遠回しに、あなたにはお父さんのような才能はないでしょっていうふうに言われても当然なんですよ。なので、高校生ぐらいのですね、ゴロくんは、これがね、身近にクリエイターいなかったら夢って膨らむんですよ。なんか自分もできるんじゃないかというふうに思うんですけども、何を書いても、 パパより下手なんですよね。当たり前なんですけど。パパが本当に天才なだけでですね。なので、それ、で、お母さんもクリエイターだったんですよ。お母さんも、これ、夏空っていうですね、あの、NHK のドラマにモデルが出てくるようなですね、すっごい上手いアニメーターなわけですね。で、後に絵本作家になるから、本当に才能があるんですよ。でも、その才能があるお母さんが、その結婚して、じゃあもう私はもう専業主婦になりましょうというふうに思うぐらい、 それぐらい圧倒的にお父さん宮崎駿旦那の才能があることは分かってるわけですね。なので、息子がですね、アニメーターになりたい、アニメ作りたい、漫画やりたいって言っても、見た瞬間にもう、うん、あそこはね、才能がないときついわねっていうような答えをしちゃう。まあそういうふうな事情だ状況だったわけですね。うん、で、建、え、設、ー、コンタルトの会社に入りました。で、しかしですね、あの、その後ですね、まあ,あの子供の頃から宮崎駿のでとですね、一緒にいたもんで、で宮崎駿のところにしょっちゅうあの、 なんだろうな、えー、押井守とか、あの秀明とか遊びに来たり、あとはまあ、徳間商店のですね、まだその頃は徳間商店の鈴木敏郎がですね、もう本当に張り付くように一緒にいたもんでですね、どん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 、五郎少年はですね、そういう人たちと知り合いになります。なので、だんだんですね、お父さんやお母さんには言えない、なんか本当はこういうことをやりたいんだっていうことをですね、周りの人にはですね、ちょっとずつこう、漏らせるような環境になってきたわけですね。 えー、というわけでですね、まあ、いろいろあったんでしょうけども、31歳の時にですね、スタジオジブリに入社。それの目的はですね、あの、ジブリ美術館の、まあ、あの、えー、総合デザインをやって、で、初代館長をやるためだったんですね。えー、で、で、まあ、これでですね、まあ、あの、アニメを作らないようにしても、その周りの仕事として関わっているからいいかと。で何より、まあ、あの、 きついきつい宮崎駿がですね、建築に関しても、こうしろ、ああしろ、こうしろっていうふうに言うわけですね。で、建築会社の人がそれはできません。なんでできないんだいや、建築基準法に違反してますって言うと、宮崎駿は、なんでそんな法律があるんだって怒り出すような人ですからですね、本んに手をつけられないんですね。ところが宮崎五郎という人がですね、その間に入って、 まあ、あの、総合デザインというかですね、総合プロデューサーになることによって、親父の扱いだけは慣れてるんですね。なので、親父の扱いっていうのをですね、答えて、で、その中で、できないことは最後までちゃんとできないと言うってことをやったと。つまり、あの親父の下にいるからといって、全然イエスマンになってないと。 自分のやりたいことはガンとして、言わなきゃいけないことはガンとして言う人間だというふうに鈴木敏夫から見えたということなんですね。で、38歳の時にですね、鈴木敏夫がゲド戦記の監督をやらないかというふうに五郎の方に。 まず、早尾の方じゃなくて、五郎の方に行ったんですね。そうするとですね、あの、まあ、子供の頃から実はずっとアニメを作りたかった五郎は OK。で、父親ですね、早尾はですね、大反対ですよ、まあ。お前なんかにアニメができるはずがないって大反対するんですけども、その大反対を押し切ってですね、デビュー作のゲド戦記は完成した。これがま、基本設定です。宮崎早尾、宮崎五郎のこの二人の。で、それから5年です。 あの、ゲド戦記が公開してからですね、5年、宮崎五郎自身の言葉を借りればですね、ずっとサボってたと言ってます。2011年7月17日のラジオ版、学問のすすめ。学問のすすめって僕も出たことあるんですけど、結構ね、根、ね、掘り葉掘り聞かれるんですよ。その時にですね、あの、宮崎五郎君はですね、えー、学問のすすめに出演して、もう5年も前になりますけど、ゲド戦記っていうのは初めて監督して、そっから僕ずっと逃げ回ってるんですよ、というふうに言ってます。つまり、あの、 やったはいいけど、その後自分でどうしていいのか分かんなくなっちゃって。で、ジブリ美術館とかに逃げ帰って身を潜めていたんです。でももうそろそろ逃げ切れなくなって、プロデューサーにいい加減にしろって怒られたっていうふうに言ってるんですね。つまり、ゲド戦記が、あのー、自分ではね、成功したとやっぱ思ってないんですよね。鈴木敏夫はですね、2006年度最大の一作だというふうにですね、もう、 勝ち誇ってるんですけど、それはもうあの人の仕事ですから、プロデューサーっていうのは、どんなにダメな作品でも、素晴らしい作品だ、いい作品だという義務があるんですよね。なので、あのー、鈴木敏夫ですね、2006年最大一作だって言ってるんですけど、宮崎五郎に、本人に関しては、自分ではやっぱり、その結果というのを受け止めきれなくて、ずっと5年間逃げていたと。で、えー、自分でもですね、ほら、俺にも才能があるだろう、親父っていうような、 だから次回作をやらせるというふうな気分にはならなかったと。だから5年間逃げ回ったわけですね。で、しかしですね、2009年にですね、えー、ジブリもですね、変化が起きます。えー、2009年の変化というのは何かというと、まあ、映画 .com ニュースでですね、えー、国立小坂のですね、制作発表が、あの、まあ、2010年12月にあるんですけど、その1年前に変化があったんです。えー、宮崎駿監督から2009年末に、スタジオジブリ経営5か年計画という表を見せられた またですね、宮崎駿がですね、無茶を言い出したわけですね。えー、最初の3年はですね、若い人の登用、つまり新人にアニメをですね、2本作らせる。で、最後の2年でですね、超大作を作るっていうふうに言い出したんですね。でももう宮崎駿は引退してるから、この超大作は誰が作るんだって宮崎駿は、それはわからんって言うんですよ。でも鈴木敏夫にしてみれば、お前だんだん引退やめる気になってるなっていうふうに思ってるんですけど、まあそこは突っ込まずにですね、えー まあ、あの、な、なんだろうな。宮崎駿が言う通りですね。えー、最初の3年間でですね、えー、若い監督にチャンスを与える2本作ろうとした。その1本目がですね、仮暮らしのアリエッティですね。えー、再来週ですね、このザゼミで取り上げるアニメです。仮暮らしのアリエッティ。で、第1弾がアリエッティで、第2弾がですね、国立小坂だったんです。で、この国立小坂を、じゃあ監督誰にするということで、鈴木敏夫が、あ、じゃあもう5、クにしましょうよ、というふうに言ったんですね。 で、えー、すると宮崎駿はですね、いや、二本目こそが成果が問われると。一本目は、まあ、あの、なんだろうな、あの、ビギナーズラックかもしれない。でも、まあ、二本目はダメだったら、途中でクビにすればいいよっていう,ふうにこ,とことで OK をするんですね。で、えー、鈴木敏夫はですね、宮崎さんはいまだに下戸戦記を、あの、五六にやらせたことについて、僕のことを許してないんですよというふうに、えー、映画ドットコムのですね、取材、囲み記事で語っています。で、 実はですね、この段階で映画監督としてですね、宮崎五郎のことを早尾はですね、まああの評価できてないんですね。いいともダメとも言い切れない状態。なんでかっていうとですね、明らかにゲド戦記の出来は、だって五郎くんが逃げてるぐらいですから、悪いんですよ。よく悪いってかな、ね、良くないんですよ。ところが、 早やがですね、才能を認めた若手監督ですね。例えばその、近藤のですね、えー、耳をすませばとか、モニタの猫の恩返しよりは、はるかに人されてるんですね。実は宮崎五郎って、宮崎駿、高畑勲、あとも近藤気分とか、いろいろですね、ジブリの監督がいる中で、2番なんですよ、成績的には。なので、当ててるんですよ。当ててるから、 でも自分としてはですね絶対まだまだだと思っているとここら辺がですねそのなんだろうな息子をどう捉えるのかっていうのがですね早尾に対してこうとって分かんなくなってるんですねだからこの基本的にはこの2人っていうですねドキュメンタリーっていうのは宮崎駿が悩んでてその宮崎駿が悩んでていろいろ話すのに対して振り回されるですね語呂が見れるのがですねこのドキュメンタリーです。えーで まあ、こいつですね、一応ここに、ここに、やっぱこの顔の方が面白いから顔の方にしとこう。<laughs> えー、公開1年前のですね、2010年7月からですね、密着取材が開始しました。で、毎日毎日ですね、国、え、立、ー、小坂からの準備室にですね、宮崎駿が来ます。用事がないのに来るんですね。あの、このドキュメンタリーは、用事もないのに毎日来る人はいます。誰でしょうそれは五郎さんの父親、宮崎駿です。ってです、ね、ものすごいナレーションから始まってですね、で、 みんなに話しかけるんですよ。どう、どう、どうって話しかけるんですけども、隅っこで、なんだろうな、絵描いてる宮崎五郎、息子にだけは話しかけないんですよ。で、永遠息子にだけは話しかける。で、それをカメラも気がついたナレーターがですね、しかし宮崎駿さん、 ゴロさんにだけは話しかけませんっていうふうに言うんですね。で、差し入れのおやつをですね、その国立藩への差し入れのおやつを宮崎弥は勝手にバリ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 開けてですね、コンペイトをみんなに配り出すんですね。さあ、コンペイトをあげようと言って、お前のお菓子じゃないよと。<laughs> それは国立藩のお菓子だよと思っても、もう早うが開けてみんなに、これをあげよう、これをあげよう、これをあげよう。で、最後に残ったものをですね、ゴロって言ったら、もうゴロ君くんが、うんって顔をあげると、 コンペイトをあげようと言って、手に山盛りにザラザラと残り全部乗せて、去っていくっていうです。これが毎日続くそうなんですよね。こう、辛い辛いと。で、その他にもですね、その、なんだろうな、張り出してる絵が気に食わないですね。コックリコ坂で、あの、キャラクターデザインの人とかですね、美術の人が描いている、壁に貼っている絵がどうにも気に食わないんですよ。で、もうあのー、 それを見てもう文句も言うんですけど、外へ出たですね、まあテレビカメラに対してですね、あんなふぬけな絵を描いてちゃダメですよっていうふうにですね、はっきり言うんですよ、ね。で、カメラがですね、宮崎五郎のとこへ行って、お父さんあんなこと言ってますよって言ったら、宮崎五郎くんはですね、いやー、そりゃね、心配ですよねっていうふうに言うんですよ。はやおさんはね、天才ですから、俺たちみたいに実力不足の、なんだろ、う、絵を見たらそりゃ心配ですよねっていう、もう本当にね、宮崎五郎いいやつなんですよ。<laughs> ほんと気の毒なぐらい。 で、どん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 ですね、自分でですね、絵を描きたくなっちゃうんですね、宮崎駿っていうのを見てるとですね、隼、で、宮崎五郎に話しかけるんですよね。ついに宮崎五郎に話しかけてしまうんですよ。で、あの、五郎、台所の配置図くれって言うんですよ。宮崎五郎は、もう父親の顔を見ないようにしてて、こう書いてるんですけども、台所の配置図くれって言った。ちょっとだけ顔を開けて、なんでって言うんですね。で、描くのに必要だろう。絵描くのに必要だろうって言うと、 書くの <laughs> っていうふうに言うんですよ。それは、書くのって聞かれた父親は、いらないの <laughs> っていうふうに言うんですけどです。すごい配置る遅れ。なんで、書くのに必要だろう書くの <laughs> いらないの <laughs> ってううもうですね、空中戦なんですよ。でもジブリのスタッフみんな下向いて、聞いてないふりをしてこうやってんのに、NHK のカメラだけがそれを意地悪に撮ってるんですね、固定で。で、 そんなこんなでですね、もう自分のアイデアを出したくて、自分の思い通りにさせたくて、しょうがない早尾。それに対して、父親がすごいのは分かってあ、まあ今いいコメントが流れた。父親が反抗期っていうのが流れたんですけど、<laughs> その通りですよね。で、それに対して自分たちのイメージというのを守ろうとしてる。語呂にしてみれば、もうミッションが分かるわけですよ。あ、鈴木敏夫から与えられたミッションというのははっきり分かると。これは宮崎駿の鑑賞を あの、口を挟むのをできるだけ排して、ジブリの若手が宮崎駿を抜きで2本作り抜くことが仕事なんだと。だから、アリエッティも宮崎駿が入ってアイデアを出したら面白いのはわかるんだけど、それを一切排除してアリエッティを作るのが目的。自分がやっているその国立小坂も宮崎駿のアイデアとかそういうふうなものをハイして、監督がそれぞれジブリの中で宮崎駿の、なんだろうな、あの、手下にならずにちゃんとするっていう、 これがミッションだというふうにわかると。まあ、つまり、基本的には美術館と同じような役割ですね。なので、まあ、頑張るわけですね。で、絵コンテがどん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 完成していくと、この絵コンテをですね、16ミリフィルムで撮影します。絵コンテ16ミリフィルムで撮影して、まあ、映画の中で実際に使う尺数、秒数と同じ秒数で撮っていくとですね、えー、その16ミリフィルムを上映すると、まるで映画を見ているように、映画の コンテがですね、その秒数通りに出てくるんですね。これのことをライカリールっていうふうに言います。でライカリールを、えー、とですね、えー、見るですね。鈴木敏夫がライカリールを見るとですね、えー、いやうん、ちょっと思った通りになってないっていうふうに鈴木敏夫が言うんですね。そうすると、宮崎駿がですね、うん鈴木さん俺がやるよっていうふうに言い出すんです。鈴木敏夫はびっくりして、いや、 いや、あの、ライカリールダメなんだけど、それはコンテをもっとちゃんとしなきゃいけない、キャラクターの設定をもっと詰めなきゃいけないという意味であってですね、宮崎駿が俺がやるって言い出したらもうダメなんですよ。で、一生懸命ですね、俺がやるとかですね、あの、俺責任取るよって言ってる宮崎駿を止めてですね、なんとかこう話を外すんですね。で、 で、宮崎駿はですね、その、せっかく俺がやると言ってるのに、だからもう、ゴロを下ろせって言ってるわけです、鈴木敏夫に対して。それをですね、言ってもですね、鈴木敏夫がですね、受け入れてくれないもんだから、 あの NHK のカメラに愚痴を言い始めます。あの、ゴロは監督を辞めた方がいい。ゴロは向いてないっていうふうにですね、<laughs> NHK のカメラにですよ。我が息子はですね、向いてない、辞めた方がいいっていうふうにですね、それ、なんか、すぎに行っても受け入れてくれないから、天下のマスコミに漏らしてしまう父親なんですね。もう、本当に困ったもんだ。 ということがあったので,ですね、ゴロとですね、えー、作家の近藤さんはですね、えー、夜逃げをします。スタジオジブリから。これがすごいんですよ。もうその、いきなりある日夜逃げをするんですね。で、二人でですね、すごいちっちゃいマンションにこう持って書くんです。で、カメラがずっとついて、えー、ゴロさんたちは新しいマンションに引っ越して、引っ越しました。で、もうゴロくんが、ここだったら来ませんからねっていう。 もうそれぐらいして宮崎駿から逃げないともうダメなんですよね。夜逃げしないとダメなんですけども。で、コンテがようやっと半分アップするとですね、えー、宮崎駿はですね、黙ってられなくなるんですね。えー、これあの、国立小坂のですね、一番最初のシーンですね。国立小坂のあの、まあ、えー、下宿にですね、朝日が当たるとですね、海ちゃんが起きて、 起きたらいきなりですね、布団を畳むシーンです。で、これね、あの、一番最初違ったんですよ。宮崎駿が入れさせたシーンなんですね。で、えー、この冒頭のシーンですね、海が起きていきなり布団を畳む。こういうふうにすればしっかりした子だとわかると。起きてすぐ何をするでもなくさっと布団を畳み出すということで、この女の子は考えるより先に行動するっていう人間だという方がわかるって言ったんですけども、もうこのシーンを思いついたらですね、もう駿は黙ってられないんですよ。 で、鈴木敏夫にですね、いかにこのシーンが大事か、このシーンを入れた方がいいのかっていうのをですね、語り出すんですね。で、これはもうプロあの、鈴木さんからプロデューサー命令として伝えた方がいいですよっていうふうに言うんです。もう鈴木敏夫は参って、あの、あ、基本的に、あの、息子は作画監督と一緒に夜逃げをしてしまったんですよ。どこで絵コンテ描いてるのかわからない。ただ絵コンテの完成版だけ見えたと。 そうするともう不満でしょうがないから自分のアイデアを入れて欲しくて、入れて欲しくてしょうがない。なので、鈴木敏夫を捕まえて、ファーストシーンはこういう風にしようっていう風に言って、これはプロデューサー命令として鈴木さんから伝えてくださいって言うんですよ。だからプロデューサー命令として鈴木さんから伝えてくださいっていう言葉の矛盾に本人が気がついてないんですよ。で、鈴木敏夫はもう本当に参って、 一応、ゴロー君に言うんですね。ジブリの会議室の中でですね、ゴロー君に言うんですよ。で、そうするとですね、ゴロー君は呆れてですね、もう却下しますえ。隣で妹が寝てるんですよ。これですね。隣で妹が寝てるのに、布団を畳むはずがないでしょっていう風にですね、常識で考えてくださいよって反論したらですね、鈴木さんが、うーん、まあね、あの、布団ね、 畳んだ方がいいと俺は思うんだよ。そんな気がするんだよと言ってですね。あ <laughs> に、もうこの辺で勘弁してよと、お前の親父がすげえだよっていうふうに言って言って、まあ、結局、五郎君は折れちゃうわけですね。で、え、鈴木敏夫はですね、その後、すぐに宮崎駿のとこにドドーッと行ってですね、立ってる宮崎駿にですね、あの、宮崎さん、朝のシーン、布団畳みますっていうふうに言うんです。そうすると、宮崎駿は嬉しそうに、そうなったでしょうん。 って言って、で、いきなり NHK のカメラに行きとして、何撮ってんだ意外にしろって怒り出すんですけどもです、ね、<laughs> ものすごい。ついこの間まであ息子は、あの、監督に向いてないと言ってるのに、自分の悪だくりがですね、撮られてるのに気がついた瞬間に、何撮ってんだ意外にしろって怒り出すんですけども。これね、あの、僕の説明が悪いから、肉らしく聞こえるかもわかんないんですけども、 めちゃくちゃ、早尾が可愛いんですよ。で、ゴロが気の毒なんですよ。何なんだろうな、この、コンテ見てる感じコ、コントだ。コント見てる感じで考えてほしいんですけども、決して、僕の父親にいじめられる息子の話じゃないんですよ。もう一回繰り返しますけども、早尾の方がアニメ面白いんですよ <laughs>。言っときますけども。だから、結果的に国立小坂見たらですね、冒頭のシーン、本当に布団たたんだ方がいいんですよ。 ただ、もともとこの企画の目的は宮崎駿の鑑賞というのを廃して作ることだからそこから言ったらずれてくるんですけどもですね、まあまあ、まあ、ものすごいまあボケとツッコミなわけですよね。えー、で、説得されたですね、五郎君はですね、その夜 <laughs> 逃げした場所で,ですね、黙ってコンテを書き直すんですね。黙ってコンテを書き直しですね。で えー、ナレーターがですね、被せるように、ゴロさんは開き直っていたというですね、<laughs> ナレーションを入れてですね <laughs>、もう本当にゴロ君、くんかわいそうなんですねで。しかしですね、そういうふうにして、現にアニメを作ってるゴロを見てると、だんだん早尾はそわそわしてくるんですね。あの、引退したはずなのにで,ですね、自分が長編やりたくなってくるんですよ。例の5カ年計画の、えー、 長編の話がですね、自分でやりたくなってくるんですね。で、年末にですね、国立小坂のコンテがやっと完成しました。で、えー、鈴木敏夫はですね、あの、悟郎は成長したよっていうふうに宮崎駿に言います。で、この時はね、宮崎駿は父親の顔して聞いてるんですね。あの、なんだろうな、ゲドの時とまるで違うというふうに鈴木敏夫言うんですね。あの、コンテ完成して、五郎はね、すごい成長したと。まあ、あの、自分一人でコンテ書き切って、 スタッフもみんな言ってると。ゲド選挙の時は、コンテかけるのかというふうに疑っていたスタッフも今回違って、ああ、いいコンテだというふうなことで、で、コンテがすごい良くなってるのがわかるっていうふうに言ってると、ゲド選挙の時とはま,るまるで違うというふうにですね。で、それを聞いてる宮崎駿は、聞いてる最中は、なんかね、一瞬ね、嬉しそうな顔するのかなと僕思ったんですよ。父親の顔してるから。ところが聞き終わったらですね、 ムカッとした顔をしてですね、いきなり企画書を書き出すんですね。もう書いてる企画書が風立ちぬなんですよ。引退撤回。俺は長編アニメを作ると、みんな息子を褒めてやがるということでですね。このままでは俺はやばいと思ってですね、風立ちぬの企画書を書き出すわけですね。で、ドキュメンタリーは、 もう最後に差し掛かってですね、5月にですね、ついに国立小坂が完成して試写会があります。で、試写会が終わった後にですね、えー、宮崎駿に聞くんですね。そうすると、えー、感想です。宮崎駿、笑いながら、少しはこっちを脅かしてみろよっていう意味ですね。つまり、お前がコンテ上手くなったと聞いて、俺ビビって、 引退撤回して風立ちぬのやり始めたんだけども、見たんだけど、なんだありゃと、少しは俺を脅かしてみろと言うんです。そうすると、次に宮崎五郎に全く同じアングルで取材してですね、で、えー、宮崎さん、あの、少しは俺を脅かしてみろよと言ってましたと、早尾さん言ってましたって言うと、くっそですね、死ぬなよって言ってやりたいっていうふうに言うんですよ。 ああもう笑いながら、この笑顔がね、綺麗に一緒なんですよね、面白いことに。本当にね、あの、うまいドキュメンタリーでした。少しはこっちを脅かしてみろよという父親と、それに対してクソーっと死ぬなよ。死ぬなよというのは何かっていうと、次の作品、その次の作品ではお前を脅かしてやるから死ぬなよというふうな意味なんですけども、まあなかなかあの、いい関係なんですよ。まあね。 これ見たとき僕はあの、いやなんか孫悟空と孫悟飯みたいだなと思ったんですけども、違うんですよね。あの、孫悟空と悟飯というよりはね、あの、ドラゴンボールで悪役で後にあのライバルになるベジータというキャラクターがいるんですけど、そのベジータが、 てキャラクターと、そのベジータの息子のトランクスは、父親に対してすごい複雑な感じを持ってるんですね。最初は父親のことすごい好きだったんですけど、後にですね、戦闘民族として決して尊敬できる人間ではない <laughs> ということが分かってるんですね。でも父親みたいになりたい。でもいつも父親は俺より一枚上だというふうなことで、トランクスくんはいつも、あの、父親ベジータに対して、あの、 複雑な感じを持ってるんですけど、まあ、完全にすごいそっくりなんですね。で、トランクスはいいやつなんですけども、パワーでもキャラでも、まあ、父親に勝てないというところも似てるなと思うんですけども、え、以上ですね、岡田と司の考える国立小坂の見どころ場外編、え、ネタバレに一切ならないようにですね、え、語ってみました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。今日の無料動画はここまでです。え、アップグレード、アップグレード情報なんですけどもですね、えー、鉄道向けのですね、あの、 3K っていう会社からですね、えー、ミニチュアアートっていうことでですね、紙で作る大変精密なジブリの 建築物が出てるんですけど、その中でですね、カルチュアラタンが出たので、美術部の人に組んでもらいました。これです。えっ、ー、とですね、3階建てのですね、建物ですね。えー、技用風建築といえばいいのかな一応あの、バルコニーにベランダがこうついてるような構造になって、特徴はやっぱ上に時計台があることですね。こういう建物になっています。えー、なんかね、割とね、模型にしてみると真四角の箱みたいなものなんですね。 アニメの中ではすごい魅力的に映るんですけども、実際はですね、ここに登場人物を乗せてみると、ですけどこれはあの同スケールのですね、えー、登場人物ですね、キャラクターをですね、乗、まあ、っけてみましたで。サイズ見るとですねこ、この建物がいかに小さいかがわかります。 で、あの、アニメの中ではですね、すごく大きく見える、このカルチェラータンですけども、実際の建築模型として作ってみたら、かなり小さいですで。中に入るとですね、中心部が巨大な吹き抜けになって、周りにあの、渡り廊下と階段がありですね、その渡り廊下に部屋が配置されるので、まあ、大きい感じになってるんですけど、実際はまあ、あの、すごい小さいですね。そうですね、小学校の行動としてもですね、 かなり小さい目の建物だと思います。で、えー、これね、あの、青春物の,のですね、ドラマではですね、まあ、昔よくあったんですよね。例えばその、スタンドバイミーでですね、冒頭ツリーハウスが出てくるんですね。スタンドバイミーでですね、えー、主役の子供たちがいつも集まっている場所で出てくるんですね。ツリーハウス。これも木の上のですね、お家なんですけど、すごい小さい場所なんですよ。でその小さいところで子供たちがすごい濃密な人間関係を作るって言うんですけども、 あの、青春ものとかですね、そういうふうなもので、こういう小さい建物の中で、例えばその、高橋留美子さんのメゾン一国なんかもそうなんですけども、あとはうるせえ奴らのですね、えー、ビューティフルドリーマーに出てくるですね、えー、学校もそうですけど、そういう建物の中で濃密な人間関係が毎日毎日繰り返されることでですね、不思議な世界ができるとですね、えー、まあ、割とね、そういう時が止まっている場所へのノスタルジーというのがあるんじゃないかと思います。えー、さてですね、今日見てもらった動画 他の限定部分を含めた全長版は有料会員のみ見られるですね話になってますどんなのかというとですねこくりこ坂の話ここで終わってですねここから隣の通りについての話になるんですあと とまあ、あの、トトロとホタルの墓のですね、制作の裏側ですね、えー、国立小坂ではですね、宮崎五郎を散々困らせていた早尾がですね、トトロの頃は、まあ、高畑勲に困らされていた、もう逆の立場ですね。えー、他にもですね、SF として見た隣のトトロという話もですね、ちょっと番外編でやっています。続きを見たい人はですね、公式の岡田斗司夫アーカイブ、YouTube のメンバーシップ、ドラゴンゴのブロマガチャンネル、どれでも好きなものを選んでご覧になってください。えー、それではまたですね、次の動画でお会いしましょう。次は ではですねえー、明日はですね、カーズの話をしますのでですね、楽しみにしてください。それではまた、バイバーイ。